くからなんですけど、はい、ビオレのトート、これが17万、いくらで買ったかも覚えてないですけど、ね、はい、でこっちのボッテガのトートが6万、おお、結構値段つきますね、値段つきましたね、はい、ヴィトンのウォレットが8万、はい、8万、これ人気あるんですよ、何万ぐらいで買ったんですか、値上がりしてるってことですか、これはしてますね、じゃあデートの中でいきます、はい、ちょっと最近相場下がったんですけど490、おお、でこのミトのネックレスが30万、結構ちょうど100万ぐらいだった気がするんですよ、そうですね、そんなですよね、でこっちも33ですね、ジュエリーはそんな値段つかないですね、そうですね、ちょっと値段落ちちゃいますね、バシュロンはこれ50です、50ですよ、バシュロンは重たくないです、これ120万ぐらいですよね、これが爆上げです、買った時は1000万そこそこ、1000何百万ぐらいです、これ2000万ぐらいしときました、最初の時計売りが多分そのぐらいだったんですよ、はいはい、インポートの時計屋でレアだって言って、これが今ちょっと裸な状態ですけど、はい、箱とギャラがあるとまた値段ちょっと変わるんですけど、今この状態で3500円、4000万ぐらいいくんじゃないですか、箱あります、全部捨てちゃったんですよね、捨てた、売るとは思わなかったんで、コマ500万ですよ、コマってなんですか、当選してるやつ、あと2コマぐらいあるんです、それ捨てた、それ大やつ言ってるんですよ、捨てた捨てたかもしれないですね、引っ越しの時に頭トントンやんかよ